机とあれがあります、バランスボール、こっちにあったの。バランスボール使おうか悩んでるんですよ、どうしよう。バランスボールとあれがありますね、帽子とか立てるやつがあります。よいしょ、立てるやつが置いてました。こんばんは、こんばんは。まあ残ってもあれです、あの何もやばくないので。今日マイクないんですよ、マイク、イヤホンないんですよ。そう、今日と昨日ごめんなさい、いやバランスボールのトレーニングさ、なんかバランスボールをさあれなんですよ、使ってあれ使うことが全然なくて、なんかあれなんだよね、どうやって使うのかねよくわかんないんだよ。遅刻というか、まあ文字がね入らなかったから遅刻って書いたんですけど、あれなんですよ、遅刻じゃなくて送信じゃなかった、予約を一瞬で取り消したんですよごめんなさい、予約を一瞬で取り消しちゃいまして本当に申し訳ないですそうですね、まあ12時間間違えちゃったっていうことなんですけど、ごめんなさい。でもそう取り消したんですよ、あれに、あれ8時に入れて、だからまあ遅刻というか欠勤でございます、遅刻じゃないんですけど、ごめんなさい本当に、待ってたのにってごめんなさい。なのでそのお詫びに筋トレします。こんばんは、こんばんは。まあでも今日私あれなんですよ、今日私ポップコーン食べたんですよ、なのでこんばんは、こんばんは、本当にごめんなさい。なのでそれを消費するぐらい頑張りたいと思います。こんばんは、頑張ってください、ありがとうございます。どうしよう、どうしようかな、どうしよう。でもね結構ね今帰ってきたんですけど、だから結構ねノープランなんです。よいしょ、どうしようかな。そういやでもポップコーンは妹と食べたので全然私はあんまり食べてないですよ、私は本当に数口で終わったんですよ、本当に数口しか食べてないんですけど。カイカイさんお疲れ、クマピーさんファイト、かっこゆうちゃん、クマありがとうございます。なのでまあ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 、本当本当です、本当ですよ。くまねパパさん雪の結晶ありがとうございます、本当。フォスターさん花束ありがとうございます。な本当に食べてないよ、でもあれはあれだった、ぐで玉のあれでした。ぐで玉のねあれだったんですけど、私足あれなんですよ、硬いんですよ体が。これはなんかストレッチみたいな。こんばんは、はっさくん、こんばんは、こんばんは。前にね行かないんですよ前に行かないの、前に行かないんです。今日のメールの量すごい、あそうそう、それは申し訳ないという意味を込めていっぱい送りました。筋肉さん誰もありがとうございます。見てください、私ここまでしか行きません。あズボンも黒なので多分見えないかもしれないです。足が硬い、見えるかな、私ここまでしか行かないんですよ、ほら。だからね頑張ってるんですけど全然ダメなんですよ。
また来ました、ありがとうございます。あきまんさん、くまありがとうございます。ここまでしか行かないの。そうだけど、でもあのやってたらなんか意味あるらしいですよ。行かなくても、あんまり行ってなくても意味あるらしいので、やりたいと思います。行かないんですよ。ごめんなさい、これはちょっと今日はこの辺で。そう本当に行かないんですよ。でも意味あるらしい、なんかやってたら。継続が大事。そこそこで数十秒伸ばす、無理して伸ばすよりも、そこそこ無理して伸ばすよりも、でもできないんだよな、ここで終わるんだよな。 Y 字バランス絶対できない、そういうのもできない、絶対できない。妹ちゃんでもここがあれなんですよ、ここがねドアだからね、入ってきたら見えるんですよ。サトシインデさん、ハートありがとうございます。さあちゃん、硬いですね、めっちゃ体硬いです。あのあれです、もう2期生で一番くらい硬いんじゃないでしょうか。本当に硬いです私。フォスターさん、雪の結晶ありがとうございます。メンバーと2人1組でやったり、しないかな、しないですね全然。お酢飲めば意味あるんですか、お酢飲むのが。そうなの、マイキューさん、確かにね、マイキューさん上手ですよね。バレしてるこの柔らかさはすごい。嘘、でもバレエね、あれなんですよ、バレエはちっちゃい頃習いたかったんですよ、バレエとかピアノは。だけどあれでした、やめました。やめたというか時間がなくて習えなかったんですよ、悲しい。手押し車しないですね。マイキューにも昨日会って話してきたよって。昨日って何があったんですか。昨日って何があったんだろう。次行こう、次何があるかな、何があるっけな次。こんばんは、こんばんは。四国公演か、昨日四国ツアー。なんでお話できるんだろう。次行こう、何やろうかな、どうしようかな、何しよう。かわいい、ありがとうございます。バレエしたいんですよ私。よいしょ、イベントとかあるんだ、よいしょ。どうしようかな、待ってね。いつもはこれと、あとあれをやってなんか10回行き来するやつ、なんかわかるかな、10回ね、10回あれなんですよ。よいしょ、頑張ってください、ありがとうございます。よいしょ、10回よいしょ、これでなんか10回行き来するみたいなの知りませんか。なんていう名前の、プランクね、さっきねやりたいなと思って、プランクって結構意味あるじゃないですか、だからやりたいなって思って、あれなんですよ、さっきね画角を調整してる時に一瞬やってみたんですけど、プランクがねあれなんですよ、全然ね何をやってるかが分からなかったのでやめました。
羽根安大さん、雪の結晶ありがとうございます。ワイフランク早って、体幹といえばプランク。いやそう、なんかさ、何やってるか分かんなかったんですよ。まあ私の今日の服が黒いっていうのもあるんですけど、なんか何やってるか分かんなかったのでやめました。これ邪魔だな、これ使わないかな。よいしょ、こんばんは、こんばんは。画面から消えてもいいよ。嘘、画面から消えてもいいんですか。そう、あれバランスボールなんですよ。前袖がいい、これめっちゃ長い、見て長いんですよ。ロードバイク乗ってたら、え、ゆなゆなじゃないですかそれ。かわいい、ありがとうございます。そう、ほら、はい長いんですよ。燃え袖とかじゃなくて、なんかもうほらほら、もうこっちから手出るもん私。背筋、そらす、背筋、わかんない、背筋はわかんないけど、なんだろう背筋って何。そう、あれがわかんない。腕立て伏せとかやらないか、腕立て伏せでできないプランクはできるんですけど、プランクできるのかな、いやわかんないんよね。顔を出したいんですよ私。あ、これ本棚なのでただの本です。こんばんは、こんばんは。顔をね見せたいんだけど、できるかな、ほらなんか映らないんだよね。どうだろう、できるのかな腕立て伏せはできません。寝て体育す、わかんない、消えてもいいの。でも私プランク結構できます、1分くらいできます。私いいの。プロテインは最近飲んでないや。ほらこれでいける。ちょっと待って、落ちてきちゃうスマホが、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待って、スマホ落ちてきちゃう、よいしょ。で何やってるか分かんなくない。いいね、よくないよ、よくないよ、何やってるか分かんないよこれ。これいいの、これ事故じゃない、何の配信これ。こんなのが、こんなのがいいんですか。何やってるか分かんなくない、これ何やってるか分かんないよ。見えるのこれ。見えないですよ、こうやったら これ何配信。これ何配信。わかるの、これ何やってるかね。ただのさ、寝てる人じゃないですか、ただの寝てる配信じゃないですか。いや、これただの寝てる配信みたいに見えるよ。腹筋しましょうよ、腹筋ね。くつろぎ配信ですね。でサルティさん、かわいい、ありがとうございます。何やろうかな、三点倒立、側転、側転は、側転はあれです、できるけど、三点倒立ってなんだろう。
すみません、わかんない、わかんないですよね。あ、バク転できない、できない、できないです。よいしょ。あとは、いや、さっきね、見たんですよ、いろいろ。ちょっと待ってね、いろいろね、見てきたんですよ。こんばんは、こんばんは。体操やろうよ、体操。体操やりましょうよ。あ、そう、あれやりたいって思ったのある、やりたいって思ったのあるんですよ。あ、腹筋をしたいです、私は。福ちゃん側転してたんだ。これってこうやって耐えるんです。わかるかな。これで耐えるんですけど、私これめっちゃできるんですよ。こんばんは、こんばんは。何やってるかわかんない。いや、でもなんか下に下げたら、いや、下まで下げたら、あのマネージャーさんから LINE 来そうなので、やめときます、下まで下げるのは。くまっぴーさん、かわいい、ありがとうございます。これで耐えてるんです。あの足が台形で。まや太郎さん、ハートありがとうございます。そう、 STU は厳しいので、はい、まや太郎さん、ハートありがとうございます。そう、何をやっているでしょうか。配信辛いよ、結構辛い、結構辛いよ、結構辛い。こんばんは、こんばんは。あとは何してるかな、いつも。あ、もうちょっと上に上げよう。よいしょ。なんかね、スクワットの途中ともちょっと違うんだよ。なんて口で表したらいいかわかんないけど、なんて口で表したらいいんだろうね。なんかこういうの分かりませんか。こういうのを STU はいつも、 STU だけじゃないかもだけど、いつもやってます。こうやってなんかだんだん下がっていくみたいなやつやってる、普段からやってる。レッスンとかで結構やりますよ。泳いでないですね。泳ぐのは、泳ぐのは本当に小学生ぶりぐらいやってないです。ずっとやってない。トレーニング本で、確かにね、トレーニング本いいね。STU 体操にあったかな、こんなの。 STU 体操は、タタ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 、せーの、はいはいってやつ、こうやってやるやつ。あ、しゃがんでポーズやりたいです、私。しゃがんでポーズやりたい。あ、あ、懐かしい、ウインク懐かしい。これまでしか上がらないの？サラのシーン。あ、ウィンクやろうよ。しゃがんで、なんか覚えてる限りでスティー体操やってみよう。よいしょ。ちゃ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 。どうだったっけ、一番最初はなんだっけ、こういうのだったよね、こうやってやるやつ。懐かしい、
懐かしい。こうやってしゃがんでポーズってやつ。ウィンク、ウィンクはじゃあ、しゃがんでポーズ何回ぐらいでしたっけ。何回ぐらいやったら意味あるんだろう。何回ぐらいだろう。あれ多分あれですよね、正しい量ですよね。何回やったらいいかな、しゃがんでポーズ。8回。いや誰も覚えてないか。確かに、だってやってる私でも覚えてないんだから、覚えてるわけないですよね。振り返るのあった。あ、確かにこれでしょ、こうやって。あったね、懐かしい。かわいい、千穂さんのやつがかわいかった。じゃあ何やろうかな、まず。じゃあこれを3、4、5、6、7、8、9、10ってやったら、じゃあこれ10回やります。3、4、5、6、7、8、9、10 疲れた。次はあ、で、ちゃ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 、これだ。じゃん、じゃん、はい、うん、はいってやつか。うん、はい、うん、はい、はい。全部ポーズ変え、あ、そう、変えました。これあんまりなんか意味なさそうだな。で、この後があれだ、これだ。せーの。めっちゃ早い、早くて、これめっちゃ大変だったんだよね。でのこれだ。面白い。ちょっと待ってね。できるかな。お、成長してないですか、ウィンク。あれ、なんかできてるよ。あれ、口動いてる。嘘。なんか私ウィンク成長したかもしれない。ダメダメ、拡散しちゃダメですよ。ほんなんで、その後がなんかあったかな。これもあったね。逆 STU 体操を見返しとけばよかった。JC の時はできなかった。そう、リンソ君、リンクの高速に。確かに口が動くんですよ、私。あったね、こんなの。あと何があったかな。何やったかな。あ、これだ、こんなやつだ。こんなやつあったね。なかったですか。後ろ、足の、あ、これかな。これこっちの手、どうだってこっちか、こんなやつかな。懐かしい、こんなんだ。バイバイ、なんだろう、バイバイってなんだっけ。バイバイって何でしたっけ。ベレタさん、手紙ありがとうございます。ホスターさん、ハートありがとうございます。バイリンガルさん、かわいい。安部さん、お疲れ、ありがとうございます。萌え太郎さん、なんだ、ハート、ありがとうございます。フォスターさん、雪だるま、なんだっけこれ、なんだっけこれ、あれ、出てこなくなっちゃった。手袋ありがとうございます。きんにくんさん、ハートありがとうございます。あきまさん、くま、ありがとうございます。だるま、
きんにくんさんありがとう、かいかいさん手袋ありがとう、チュッチュッチュ、何があった、まあバイバイ窓拭き、え、これなんだ、これあれみたい、あの乃木坂さんの幸せの保護色の振りみたい、気づいてないだけってやつみたい、こんなのあったかな、両手上に伸ばしてバイバイ、ええこんなのあった、嘘あった、覚えてないなかいかいさんファイトありがとうございます、バイバイあった、しゃがんでポーズはやりましたよ、しゃがんでポーズが一番疲れた、しゃがんでポーズが一番疲れるしゃがんで、しゃがんで千穂さんが懐かしい、上でフリフリはあった、これこんなのあったっけな、覚えてないな、あった、嘘あったんだそんなの、何やろうかな、ちょっと待ってね、ズボン履く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 、え、あったかな、え、デルが絶対さ STU のさ振りを踊った方がさ絶対あれだよね、疲れるよね、これこういうのサラが考えながらやってるより、何が疲れるかな、ありましたねって、そうなの、あるんだ、あった、え、覚えてない、お前がしゃがんでズボン履く、え、しゃがんでポーズじゃないんですかそれって、ズボン履く、しゃがんでズボン履く感じ、どういうことだろう、ん、わかんない、こうできない、さらちゃんなら踊れる、踊れないよ、今は何かの踊れ、違うよ、違いますよ、意外にマンゴー踊れん、意外にマンゴー、あれですね、一番疲れるのは腹筋ですね、疲れるというか一番継続的にできるのは腹筋ですね、しゃがんで前に足を伸ばしてズボンを履く、右を右左、わかんないや、どうだろう、あー懐かしい、確かに僕体配信もしてましたね、一番疲れるダンスはなんだろう、一番疲れる、一番疲れるダンス、一番疲れるのはなんだろう、あ、未来の果実とか、あのランランランは疲れます、あとビンゴも疲れますネモハモ乗れる、踊れん、普通のダンスよりコンテンポラリー、うん、でも同じぐらいしたらむずいか、ネモハモルーマーはあれです、踊ったことないんですけど、なんかダンスの先生にイケちゃんと2人で個人的に聞きに行ったんですよイケちゃんとサコちゃんとかな、個人的に聞きに行ったらなんかあれって言われました、なんかあれ、足を上げてるんじゃなくて、あれは足をスライドさせてるんだよみたいな言われて、あーでも確かにって思いました、なんかルーなんて言ったらいいんだろう、足をパッて砂を蹴るみたいな感じで、猫が砂をパッて蹴るみたいな感じで、なんかスライドさせて内に入れて、スライドさせて内に入れてっていうのをやってるんですよ、
そうだから難しいなって思った。でももうすぐねスタジオさんももしかしたらセットリストが変わるかもしれないから、いやー難しい曲が入ったらなんか大変だなって思いました。難しいねえ、絶対むずいですよね。ひまわりのステップ、ちゃんちゃんちゃっちゃちゃんちゃんちゃんちゃっちゃちゃんってやつ、あーできますできます。それはでもあれです、アイドルなんて呼ばないでのステップの方が案外難しい気がする。サラ、風に揺れるひまわりを立ちぬたて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 た、なんかさやってもないのにさあれなんですよ、ユニットなんか踊れるんですよ、祈るようにみたいな。なんかね結構わかる。ノーエーマン踊れないよ。 あのでもノーエーマンはあれなんですよ、えなんかやってたかな、スタジオ、そうなんか私が休業してる時のあれでコンサートでスタジオさんが、スタジオとミニスタジオがやってて、キャーって思った、私もやりたかったって思いました。そうノーエーマンとかはでもさすがに見てても覚えれないんですよ、難しい。瀬戸内の声は難しいよね。瀬戸内の声はなんかステップとかは全然難しくないんですけど、なんかこういう感じなんですよ、全部なんかこういう系なんですよ、なんかこんなでもなんか意外にそういうのの方が難しかったりしますね。独り言全然踊れない、へだれたちをもう全然踊れない、まだねやったことない曲多いんですよ。でも STU の歌の中で一番楽しいのはあれ、サラ的にはあれよ、これめっちゃ楽しい、あれは本当に楽しいんですよ。なんかね踊りがパズルみたいな感じで、なんかしっくりはまったらなんかよっしゃーみたいな感じになるんですよ、めっちゃ楽しい。ちょっと待ってくださいね、今何分だろう、34か、あと25分くらいある。25分あるのか、何しようかな。あ、そうだそうだ、無謀な夢はでした、無謀な夢は覚めることはないです、それなんですけど、あれがめっちゃ楽しい、一番くらい楽しいです。まぶたの裏ずっと焼き付いてる、トゥルルルルルルトゥルルルルルル、あとなんかダンスだと地味に難しいのはあれ、ドリーミーガールがめっちゃ難しい、なんかうまく見せるのが難しいです、単純なステップだから。筋トレしながら歌うの、別に今日も歌えますよ、今日も歌えるけど、なんかありますか。ウィッチーズウィッチはあれですね、ウィッチーズウィッチはサビもね今考えてもサビもなんかあんまり思い浮かばない、どんなんだろうウィッチーズウィッチってなんかこんなポーズがあるところだけは知ってる。あーちゃんの瀬戸声聞きたい、瀬戸内の声歌わなくていいよ、ダンスを見たい、青春の傷が、ちょっとマスターしてきます今度までに、山ほどを見たい、未来の果実歌うってこと、キュンの振りをできない、キュン何やろう、ノーエーマン、こんな踊れない、こんばんはこんばんは、今日ここでキープしてみよう、こんばんはさやちゃん、こんばんは、どうしようかな、なんかあるかな、なんかあるっけ最近、夢力、ああああ、あみほりんから、じゃあ最後に、あこの話ともう一個したい話があるのでその話だけしますね最後に。
決まって割れてないです、割れてないですよ。いや今日ねあれなんですよ、展覧会に行ったんですけど、そしたらねその展覧会の近くで撮った写真をあのツイッターに上げたんですよ。そしたらみほりんからね LINE が来てね、えってどこで何の展覧会行ったって言われたけん、ミニチュアの展覧会行ったんよって言ったら、えってついさっきまで行ったって言ってて、あれでした、みほりんと本当に数分差で同じところに行ってて、って思いました。会わせたかった、一緒に会いたかったなって思いました。そうみほりんも行ってたんですよ、奇跡的に。びっくりしちゃったそうかぶってたんですよ。あとね今日はねファンの STU のファンの方に声をかけていただけたんですよ、だから嬉しかったです。しかもなんか同世代の方だったので嬉しかった。みほりんありますあります、めっちゃなんかねお上品です。うらやましい、ありがとうございます。春夏秋冬のロケ地、ロケ地行ってきたよって、すごい、どうやって行ったんだろう、結構遠いよね。そうなんですよ、だから嬉しかった。よし気づかれ、なんかその時ツイッター用の写真を撮ってる時だったんですよ、だからあれなんですよ、同世代のあのサラぐらいの年の女の子でした。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ショートカットやし気づかれ、どうなんだろう、でもサラはなんかミニスタジオのみんなとかでいたら話しかけられたことあるんだけど、こうやって一人で行ってはないっけなってないので、どうなんだろうね、嬉しかったです。配信どうだろう、わかんない。憧れて ST のオーディション受けました。でもねめっちゃサラとは全然関係ないけど、あれでした、なんか知恵袋に STU を受けたいですみたいな人を知恵袋で見たんですよ、知恵袋でよ。だからかっこゆうちゃんさん、タワーありがとうございます、かわいい、トナカイが入ってる、トナカイをかぶってる、かわいい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、タワー、嬉しい、びっくりした、ありがとうございます。腹筋タワー、腹筋タワー、腹筋タワーなんて申し訳ない、1000回やっても償えないですよ、申し訳ない、100万回ぐらいやっても償えないかもしれない、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、腹筋頑張れたわ、そうなのかな、ニアミスタワー、ミホリンとどういうこと、何タワーですか、よいしょ、ありがとうございます、嬉しい、今日の夜クリスマスの絵入念にあの描けますね、手をたくさん手を込んで描くので楽しみにしててください。いや100万回やってもこのタワーは申し訳ない、ありがとうございます、明日の配信でお礼しますね、こんばんは、こんばんは。100万回したら 100回で1円、いやでもそれくらい、そのくらいよりももっと多いかも、いやいやありがとうございます
頑張ろう、筋トレ何しようか、頑張ろう。筋トレ頑張ろうって、なんかちょっと申し訳ない、顔を笑って、じゃあ筋トレ頑張りますねとか言って、なんか私筋トレするだけって、腹筋するだけってなんかな、ありがたわです。お疲れ様です。ちょっと何の筋トレあるかな、なんだろう、筋肉は裏切らない、本当ですか、うん、嬉しいです、頑張ろう。頑張ろう。画角をちょっとこれでよく見えるようになったんじゃないですか、こんくらい、ちょっと待って、よいしょ、頑張ろうって言って、私は腹筋しかできないの申し訳ないですが、筋肉体操をしながらやると、なんだろう筋肉体操。頑張れ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。確かにね、腹筋ってあんまりしないかもね。これ下まで行った方がいいのかな、スレスレ、このくらいがいいのかな、一番。ちょっと今度の次のやつは本当にもう一個端末を持ってやりたいと思います。あとあれ知ってますか、なんかスイッチの、なんていうやつだろう、スイッチのこうやってグーグーってできるやつ、スイッチのなんか体操、なんかそれがあってこうやって押さえれるやつ、あれを今度やりたいんですよ。下までやったら筋トレ感ある？嘘。わかりました。あれをね、配信で今度やりたくて、でもさ、やってる人はさ、画面見れないからさ、わかんないのかなって思いました。わかんないかなって思ったんですけど。あ、そう、リングフィットはリングフィットです。でもさ、あれですよね、リングフィットはでもあれですよね、わかんないですよね、筋トレしてる感じがする。だから今日は本当はリングフィット配信もいいなって思ったんですよ。だけどあれだなって思って、リングフィットしてもみんなに伝わらないなって思ったんですよ。どうしよう。みんな伝わりますかね、リングフィットして。CM 毎日流れてるんだ、配信でやってた滝野さん、嘘、本当、なんか走ったりしながらこうやってぐじゃん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 みたいな、縦とか横とかからこうやって押さえて、足とかも動かしながら手とか腕も同時に動かすっていうやつなんですけど、そうなんですよ。ね、YouTube のさ、実況配信みたいにさ、あれですよね、あの画面も映せたらいいのになって思います。結構シュール。滝野さんのその配信見られた方いますか。その配信いつかやりたいんですよ。でも最近ね、ずっとそれやってなかったから、どういう感じだったかよく覚えてないんですけど、ビクトリーって、あ、そう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 、そういうの、そういうの見た。意味わかりましたか。見てた、めっちゃ疲れてた、本当めっちゃ疲れてた。そうなの、面白いかなそれ、配信でやってわかるかな。いや、やりたいんですよそれが、一緒にできる。なんかそう、疲れるんですよあれ結構。なんかもう今さら普通に
めっちゃ話せてるけど、もうあーってなるぐらい疲れた記憶がある。あれは、こんばんは、こんばんは。俺は面白い配信やなと思った。嘘、やろうかな。いや、面白いかもしれない。やろうかな。こんばんは。そうそう、こんばんは。ハートありがとうございます。フォスターさん頑張ってください。ありがとうございます。じゃあちょっと今度、でもそれはもうちょっと引きでやらないと足が動いてる感じが分かんないから、もうちょっと引きでやろうかなって思います。カメラで見てるだけで楽しかった。嘘、じゃあやろうかな。楽しいんですね、結構。リングフィット、あ、持ってる持ってる。いや、今日ね視界に入ったのでやろうかなって思ったんですよ、実は。だけどなんかコンセントとか繋いでない感じがあったので。みちとやって、みちさん持ってるんですか。そうなんだ。スイッチ誰が持ってるとかわかんないので全然応援ありがとうございます。でもみちさんとやったらそれ緊張しちゃうよ。いや、そう、今日ね、なんか見えたんですよ、チラッて見えて、それでああやろうかなって思ったんですけど、やめちゃったんですよ。やっとけばよかったよ、サッコ。確かに誰かをお家に呼んできて一緒にやりたいな。二人でできるのかわかんないけど、やりたい。ちょっとやるわ。やるやりますね、近々。楽しみにしててください。ニキで一番筋肉、誰だろう、筋肉。ちょっと待ってね。誰だろう。でも池とかは絶対めっちゃ筋肉あると思う。よくわかんないけど、あのダンスの感じとかを見てたらピシッって止まるから絶対筋肉あると思う。マモルさん、ハートありがとうございます。よいしょ。池と、誰だろう、待ってね。池と、あ、そう、アンピーはバレエやってたからかわかんないけど、アンピーは絶対あれ筋肉ある。マモルンさん、ハートありがとうございます。いや、アンピーは骨も柔らかいし、いつもあーってなってない。みんなが疲れてる時でも全然疲れてないから。ありそう。あー、ユイリーさんですね。確かに目指すはユイリーさんですね。いや、でもユイリーさん何でしたっけ、毎日5回増やしてるみたいな。ももちゃん、でもももちゃんもあるイメージある。どうなんだろう。あ、でも骨が柔らかいのはダントツで、もうあれです、工藤莉子ちゃん。あとは誰だろう、骨が硬いのはダントツで私なんですけど、柔らかいのはリコチとかアンピーとかですね。骨が柔らかいとまずい。嘘、なんで。柔らかい方が振りがしなやかになるんですよ。いや、そう、リコちゃんはもう開脚とかめっちゃ上手。骨が柔らかいってやばいねそう、やばいね。プランクしながらいいですね。プランクか。私は1分半くらいならできるかも。今腹筋数えてないの。数えてないんです。こんばんは、たまたまさん、こんばんは骨ふにゃふにゃ、いや骨じゃなくて関節でした。骨じゃないよ骨じゃないです。そう、体がって言えばいいんだ。そうですね、骨粗鬆症ではないです。体がですね、私は体が硬いんですよ。今日ね、ミニチュア展行ったんですけど、そのミニチュア展でなんかそのミニチュア展でなんか、やばい、見よう。こんばんは、
こんばんは。こんばんは。ウォータースライダーの今540回。嘘つけ。なんかこう何のミニチュア、なんかね、いろんなもののミニチュアがあって、あ、ちょっとやりながら話しますね。もう時間は多分あんまりないので、なんか、でも本当に面白かったですよ。あのそごうの中にあって、そごうっていうあれです、広島県の中の大きなあれです、一番ぐらい大きなデパートの中にミニチュア店があって、あ、そうそうそう、だからみほりんと合いそうだったんですよ。で、本当にもうめっちゃニアミス、え、さっきまでいたって言われたもん、サラがいる時に。めっちゃよくできてた、本当にもう人がこのくらいなんですよ、このくらい。だから本当にこれどうやって作ったんだろうって、人の指よりもちっちゃい、人のこれよりもちっちゃくて、人がめっちゃ可愛かったけど、なんかね、全部面白かったよ。またキンタリさん、そうやってます、まためっちゃよくできてて、いつまで開催、いつまで開催してるん、あ、もうね、もうすぐ終わっちゃうんですよ。あとね、1週間くらいでもう終わっちゃうんです。そうそう、エディオの前のやつです。いや、人というか、だってミニチュアなんですよ。面白かった、そういうなんか展覧会とかなんか美術館とか好きなのでよく行くんですよ。そごう広島店に行けばメンバーに会える、メモメモ、え、会えないですよ、え会えないですよ、もうこれで行ったっきり、もうこれから行くか分かんないですよ、もう一生行かないかもしれないですよ、え分かんないですけど行きました。遊びに来たよ、初見さん、和也さん、こんにちは。でもちっちゃい頃からそこよく行ってたよ、私は。そういうなんとか店とかが好きで行ってました。あ、そう、今ね、バンクシー店やってて、それも行きたい、本当は。小さいおっさんの寄せ、おっさん、え、なんかそういう現実にないものがなくて、全部そのなんだろう、日常にあるものだった、現実的だったよ。結構羽が生えてるとかはあんまりなくて、普通に人も本当の人、妖精とかじゃなくて結構本当の人でした。埼玉県民だった。こんばんは。あんまり見えてないけど、どうだろう、サラリーマン いたかもしれないね。あ、20時55分、やばい、ランキング読まなきゃいけない、やばい。ありがとうございます、教えてくださって、くっちゃんさん。13位フォスターさん、ありがとうございます。12位あきまーさん、ありがとうございます。11位くっちゃんさん、ありがとうございます。10位カルマンさん、ありがとうございます。9位ヘリさん、ありがとうございます。8位マスオ、あ、変わっちゃった、うん。13位あきまーさん、ありがとうございます。12位くっちゃんさん、ありがとうございます。11位カルマンさん、ありがとうございます。10位ヘリさん、ありがとうございます。9位マスオさん、ありがとうございます。8位チューチューさん、ありがとうございます。7位ユーリさん、ありがとうございます。6位オレオーズさん、ありがとうございます。5位シンさん、ありがとうございます。4位大津さん、ありがとうございます。3位マモルンさん、ありがとうございます。2位ヤスベイさん、ありがとうございます。そして1位かっこゆうちゃん、タワーもありがとうございました。ありがとうございました、かっこゆうちゃん。明日の配信でお礼書くので楽しみにしていてください。ありがとうございました。
お疲れ様でした。バイバイ、ありがとうございました。配信お疲れ様でした、ありがとうございました。バイバイ。何分だ今。57分。57分か。待って、バイバイって言っちゃったよ。57分か。なんかあるかな話。待ってね。最後までやりたい。なんか、ショートコントしないよ。いや、ここでずっと見つめ続けます、皆さんを。明日ね、夜か朝かね、どうしようかなって思って。スクショタイム見つめ合いました。なんかちょっと2分長いですね。見つめ合った。どうだろう。ありがとうございました。目と目が合う。こっち、こっち目線。グッズの告知、あそう、私サンタさんの生写真ちょっと漏れてたので、皆さんぜひゲットしてくださいサンタさんのやつちょっとなんか漏れてたので、ぜひぜひ。ありがとうございます、グッズって言ってください。くまっぴーさん、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。